二宮がマークします。そして谷口に渡った右、シェリフのスリーポイントが決まりました。こちらはオープニングのシェリフのスリーポイント。ここは二宮ボールを取れない。そして前に走っているのは2人いる。こちらは磯野、先ほどは5秒になりましたがここはしっかりと入る。神里のスリーポイントが決まりました。引き手と逆転になりました。再び熊本ボール、シェリフから中に入ってマクリーン、しっかりとゴール下決めました。このバックのパスは通りませんでした。そしてシェリフ今日は1本スリーを決めている。谷口のスリーポイント決まりました。そして今のプレーですね、アーリーオフェンスから谷口、菅沢から山本翔太、川谷亮、シェリフ、川谷のミドルジャンパー決まりました。ロングツーが決まってこれで3点差です。長島のドライブからの得点が決まっています。長島、菅沢のスリーポイント決まりました。そしてマクリーンというこの3人でバッツとハーパーという強固なインサイド陣を相手にしなければなりません。ブロックショット、磯野のブロックショット、そして山本翔太、右コーナーには谷口が待っています。山本翔太ここは中に入って菅沢のディープスリー決まりました。見せているここまでです。これが菅沢の1本。そして山本翔太中に攻めてキックアウトから、ここも中に行ってキックアウト、ゴール下空いていた菅沢。スクリーンをかけに行く長島のバンクシュート決まっています。菅沢今日チームトップの8得点。谷口ちょっと苦しいか、いや決める。神里がロールターンでかわす、スリーポイント決まりました。その長島ここはブロックショット、谷口から空いていた神里、スリーきた、長島です。ここは長島が中に合わせた、そうシェリフ今のプレーですね、2人中でスクリーンかけるような構えだったんですけれども、長島がドライブを選択、ソーシェリフと神里が10得点という活躍を見せています。田渡亮決まりました。残り7分で追いかける熊本です。川谷自らシュート決めました。シンプルに得点を積み重ねる越谷です。こちらは磯野、ちょっと迷ったか、決めました。ゴール見てないような形でしたけれどもシュート決め切りました。川田誠でした。今日最大19点差です。中に通してシェリフ決めました。さあそして田村がボールを運べない、パスカット、シェリフエンワン先に飛ばせて